能登半島地震では土砂崩れによる道路の寸断などで多くの集落が孤立しました。愛知県では災害時に迂回路がないなどとして孤立する恐れのある集落がおよそ500箇所想定されています。このうち4割以上が集中するのが山間部が多い豊田市です。市内の北東に位置し、長野県や岐阜県と接する稲部地区、およそ2000人が暮らしています。道路を覆っている雪をショベルカーを使って除雪しています。10年前には大雪で地区に通じるすべての道路が寸断されて一時孤立状態に。停電した上、復旧のための車も入れませんでした。この経験も踏まえて豊田市は孤立集落の対策に力を入れています。こちらにございますのが衛星携帯電話になりますので、こちらが今ちょうど衛星の方に向かってアンテナが。能登半島地震では通信の遮断でどの集落が孤立しているのか行政が把握するのに時間を要しましたが、豊田市はすべての中学校区に衛星電話や無線を配備して基地局が被災しても通信できるよう備えています。さらにこちらはですね、外部給電機能がついている PCHV 車でして、停電になっても車体から電気を供給できるプラグインハイブリッド車。ガソリンが満タンなら1台で2日ほどは避難所となる学校の体育館やトイレに電気を送ることができ、スマートフォンの充電も可能です。豊田市は地元の豊田自動車から寄贈されたものも含めて孤立する可能性がある地域などにおよそ50台配備しています。できうることは対応しているというふうに考えてますけれども、やはり災害っていうのは想定外っていうことがよく言われます。いろんなものを用意してますけど本当にこれだけでいいのかというところは、今一度この新たな地震の検証を踏まえて考えていく必要があるなというふうに考えています。集落に住む人々も危機感を募らせています。ここで発電機を、冷蔵庫で、ここにこういうふうに食料を1週間分。松井徹さん、75歳。自宅の裏山は急斜面で土砂災害のリスクが高く、自宅に発電機や食料を備蓄しています。一言じゃないなと思います。改めてまた自分もどういうふうに逃げたらいいかとか、どのようにしたらいいかということを考えさせられましたね。稲部で半世紀暮らし、愛着を持つ松井さん。一人で氷のアート、氷瀑を作り、過疎化が進む集落の魅力を知ってもらおうと取り組んでいますが、今回のような災害のたびに、僻地に住む側に問題があるという意見が出ることについて、複雑な思いを抱いています。いつ崩れてもおかしくないようなね、本当に怖いとこだよ。だけど愛着のあるとこでね、離れられないっていう、涼しいあっちの輪島の人もきっとそうだと思いますよ。